田口翔平はフリーアナウンサー。元テレビ東京アナウンサー。神奈川県横浜市出身。2010年法政大学法学部に入学。在学中にはフィリピンのセブ島に3ヶ月間、アメリカ合衆国に9ヶ月間留学した。在京キー局のアナウンサー採用試験は1社を除いて最終試験に残ったが、最終的に 大学卒業後の2015年4月、テレビ東京にアナウンサーとして入社。研修期間を経て、同年7月3日放送の7ナナスタライブから本格的にテレビ出演を開始した。なお、法政大学の同期に日本テレビアナウンサーの平松修造がいる。卓球、競馬、柔道などの実況中継を担当するスポーツアナウンサーだったが、2018年5月、勇者。 ああ、出演を契機としてオタクとしての認知が広まった。2018年12月、ウェブメディアを活用したテレビ東京の e スポーツプロジェクト東京 e スポーツハイに主要メンバーとして参加することが発表された。全国小学生スマブラ大会ドラゴンクエストライバルズ公式全国大会優勝杯などの実況を務める。 大乱とスマッシュブラザーズスペシャルでのプリン対プリンという名勝負動画に実況をつけた動画がツイッター上で大きな注目を浴びた2020年3月19日に動画配信サービスノートにて3月31日付でテレビ東京を退職することを発表退職後は経営管理学習士取得を目指すべく早稲田大学ビジネススクールに入学して 勉学に励むとともに、自らが得意分野と公言するオタクカルチャー道を極めるべく活動していくことを表明している。テレビ、東京時代、ありがとうございます。